はい、こんにちは。日本改革と靴沢です。和子様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき、誠に恐縮でございます。ありがたく頂戴して、政治活動を資金させていただきたいと思います。昨日、大塚駅で、凱旋してまいりました。見物にいらしてくれたメール党員様、皆様ありがとうございました。いきなり、お前も喋れ。藤川高等支部長、辺見越谷支部長、お疲れ様でした。以前ね、私の凱旋見かけた方からご連絡いただきました。その時聞いた凱旋がですね、お、まともだなって、思ったので、名前調べてくれて、フォローしてくださったそうであります。ありがとうございます。聞いてる人、通りすがりでも、結構耳に残ってるもんだな、思いました。メール党員様、忘年会を行います。ご応募の方法はメルマガをご覧ください。今日から、募集っていうか、ご応募、受け付け、ました。受け付けます。席に限りがあります。ご応募はお早めにお願いいたします。杉田美代さん、だって記者会見やるとさ、自分たちの欲しい答えしか認めない。違う回答が出ると、欲しい答えが出るまで質問を続ける。時間を区切ると、逃げたと言って非難する。報道するときは切り取り、わざとひどい表情の写真を使う。じゃーん。というのに、共同通信が発表しておりました。国会議員の説明責任のあり方に照らし、議論を呼びそうだ。これはですね、外野に騒いでほしい。というですね、犬笛です。犬笛を共同通信が吹いております。盛んに。世論です。マスゴミを相手にする義務はない。パヨメディアなんて相手にしなくていいよ。切り取り変更報道するのがゴミのお仕事です。今時記者会見やってる方が無能。共同通信の取材なんか受ける必要はない。北朝鮮に年間1億円払ってる共同通信が何か言ってる。信号を無視する野党議員は追及しない共同通信と。なんか北朝鮮に支部がなんかあるんですよね、共同通信ね。それのね、維持費が年間1億円っていう、なんでそんな金かかるのっていうような、ふざけた金額で、まあ、ズブズブですよ。北朝鮮と共同通信は。図星させられて、顔真っ赤なんだろうが、切り取りする、変な写真使う、時間区切ると逃げたっていう、図星させられて、顔真っ赤なんだろうがってね、杉田さんが指摘したこと、全部やってんだろ。全部やってるでしょ。むしろ、指摘したりない。この他にもなんかやってるよね、多分。重大発表をツイッターで行う企業も増えてきたし、記者会見なんて必要ねえわね。テレビ、新聞、息のね、止まってくれ。官房長官の記者会見なんかもいらねえんじゃねえの、もう。動画撮って、YouTube に載せないんじゃねえの？まあ、日本政府のね、重大発表を、アメリカの企業である YouTube に載せるっていうのもどうかと思いますけれども、日本政府でサーバー1個確保したらいいじゃん。重大発表用の動画のサーバー、用意して、重大発表、記者会見代わりに、それでやれって、頭の悪い記者会見、記者の質問、受けなくていいんだからさ、そしたらさ、動画撮ってペラ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 、喋って、そういうのしたらいいんだねえのかな、思います。そうするとね、テレビ新聞、を経由しなくても、そのサイトに直接行って、それを見ればいいっていうことで、テレビ新聞、ますます滅びるのが加速すると思うんでね。NHK 紅白について、韓国勢が6組出場することについて、ある記者がストレイキッズに向けて、ストレイキッズ、ストレイ、ノラ、キッズ、子供、ノラ子供、フロジカ、に向けて、なぜ大晦日に韓国の番組でなく日本の紅白に出場するのかという質問をしました。その受け答えは至極当たり障りのないものでしたが、なんか13日にですね、出場記者会見やったそうなんですよ。 NHK サイドは会見後、記者らにこのやり取り自体を使用しないように、お願いしたのです。日本人メンバーがいない韓流グループの取り扱いに非常に神経質になっていました。乗せねえでくれ。目立たねえでくれってこと。2011年紅白にカラー、少女時代、東方神起と3組の韓流グループが出場した際、NHK の近辺で約80人がデモを繰り広げました。2012年から2016年まで5年間は
韓国勢は出なかった、でもやられて懲りたんですかね。で2017年からこっそり生真面目な NHK としてはデモがトラウマになってしまったのです。生真面目 NHK、神経質何言ってんだって話なんですけど、世論です。生真面目な NHK だってトラウマになってたら6組も出さない、気にしてないし、どっぷりだから増えてるんだろう。素晴らしい NHK がどんどん嫌われていく。韓国人にお願いするほど日本の音楽界は人材不足ではない。日本にも優秀なミュージシャンはいっぱいいる。そもそも紅白の視聴率自体が年々右肩下がりと、2011年に初めて韓国勢が出たことでデモが起きたが、2017年に韓国勢が復活したがデモは起きなかったってことはよ、これ紅白っていうかあの NHK が弱っててもう影響力が下がってて相手にされなくなったってことですかね。どうせ NHK は行いを改めないって呆れられたっていうかね、事務所からの金と女で決まる紅白出場っていうのが常識になりましたしね、ジャニーズ枠もないし今年も最低視聴率記録更新でしょうね。これね何パーセントになったら紅白打ち切りって話なんだろうね。毎年毎年揉めやがって、なんであの韓国勢6組も名前も知らない誰も知らないようなやつ出すんだって話ね。TBS レコード大賞視聴率10年で半減、2013年 17.3%、 2022年 7.2% と、世論です。2013年に 17% あったのが逆にすごい、この頃はまだテレビ良かったんだろうな。2013年といえば、安倍政権誕生して、1年ばかし経ったとこですか。てかもう我よ、事務所の力大将だ、輝け裏金大将、こんな人よりカラオケランキングの方がはるかに実体人気がわかるよね。紅白もそうだけどやめ時を失すると見苦しい、取ったら逆にお金を払わないといけないでしょう。出来レースの持ち回りですし、こんな賞をもらって嬉しい時代じゃない、レコード大賞って未だにやったんだ。そもそもレコード売ってねえじゃねえかよ、ダウンロードで買うようになって CD すら見かけませんよね。あるとこにはあんですか、私が知らないで、取ったらむしろ払うでしょうってみんな知ってっから感動も何もないですよね。つうかあのテレビ自体がオワコンなんですって、オワコンですけれどもね。稲田朋美議員、安倍総理は LGBT 法に反対していたと明言。じゃあなんであの死後慌てて推進したんだと、目かけてもらってたのに裏切りじゃないかと、世論です。安倍さんだけでなく多くの自民党支持者も反対だぞ。これが弁護士と思うほど弁が立たない稲田さん。弁が立たない弁護士、目かけてくれた安倍総理に対する配信、安倍総理の死後顔つきが変わってしまった。本当ね、最近の稲田さん左翼顔になっちゃったね、すっかりね。自分は裏切り者であると、そういうことは起きないと厚労省が言ってました。安倍総理に防衛大臣も任命してもらったのにね、死後すぐ裏切るなんてね、安倍総理の理念は全然染み込んでなかったんですね。これ、理念より利権を選ぶ政治家だったと、この人の服装のセンスもおかしいし TPO もあれなんで弁も立たないっていうし、なんかの発達障害かもしれないですね。まあ何してもですね、あの LGBT 法で自民党と岸田政権の支持率下がったよね。今後ももっともっと下がっといいよね。今日のその他のニュース、岸田総理への医師会への献金額が総理就任前は300万円、総理就任直後にいきなり1400万円の5倍増、賄賂メガネがトレンド入り。近平池田対策の長文を岸田総理宛てに届ける。国家元首でもないのに異例すぎる出来事に、中国にとって超重要人物だったんだな、中国共産党にだいぶ貢献したようだな、なんで岸田にと大好評を博した。なんでジャニーズの犯罪者はメンバーって呼称すんのという質問に対して TBS、 特別な配慮や忖度はなかった、ないわけないだろ、これでごまかせと思ってんのが頭悪いな。そんなんだからあのオワコン化してですね、50歳以下の半数がテレビはほぼ見ない、状態になる、持ってるけど それでネット見てるって状態なんですよね。台湾有事、北朝鮮暴発に備え、さまざまな種類の避難施設の確保を6月に閣議決定。デニー沖縄県知事、シェルターに逃げてばかり
いたら勉強もできない、仕事もできないと発言。日本人は黙って殺されてろっていう救助の精神を具体的に言ってしまいましたね。シェルターに隠れてばかりでなくても沖縄県は学力失業率ともに全国ワーストっていう事実ね。それを思い出させてくれる知事の発言だな。最近ダニー知事ってですね、デニーじゃなくて、ダニーだお前、ダニー知事っていうのが見かけました。そう書かれてるの。痛ましく、80代女性にスタンガンを押し当て現金数万円を奪ったベトナム人のホーゴック夫32歳を逮捕と。80代女性にスタンガンって、下手したらこれショックで亡くなっちゃうよ。業者を装ってドアを開けさせたみたいであります。こういうの極刑でいいぞ、極刑で。どうせ不法滞在者ですよ。どうせ需要減少によるバス路線廃止が急増、1年と5ヶ月で延べ 8600km が廃線になりました。人口減の過疎化が進んでるし、しゃあないっすね。やっても儲かんねんじゃ、なんか1台バス走らしても1人ぐらいしか乗ってなくちゃ採算取れねえ。これ何年も前から言われてたことで、しゃあないっすね。的外ればっかりやってる岸田政権が進める白タク合法化のですね、ライドシェアも今後需要が変だから必要ないんじゃないの。したらね、合法で、タクシーの免許取って、国交省から免許もらってちゃんとやってるタクシー会社どうなっちゃうのかな。どうせね、ライドシェア協会かなんか作って公金チューチューと天下りしたいだけでしょ。知ってるよ。青森県で覚醒剤密売男77歳を逮捕。優しい新聞本名載せず、日本人じゃないかもしれないな。77にもなって何やってんだか。老後の資金が欲しかったとか言ってんだけど、で今が老後じゃねえのかよってね。前科6犯のプロ犯罪者7回目の逮捕なんだって。刑務所だったら食の心配ないわね、老後の心配いらねえわね。こういうのもぶち込んどけって。どうせまたやるんだから、二度あることは三度あるじゃないですけど、6回やって7回捕まってるって、これ人生の半分以上刑務所で過ごしてる凄腕プロ犯罪者じゃねえの。とってもね、77歳になってまだ悪いことやめねえんだから、もう一生ね更生する余地ないですよね。もう治んねえですよね、こういうやつは。というわけで、忘年会やります。メール党員の皆様、せっせとご応募くださいじゃなくて、なんつうんだろうな、ふるってご応募ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。